おはようございます。尾上裕和郎です。いつもの場所にやってきました。今朝からですね、こちらに来てます。暗いうちからで、先にテントだけ張って、ちょっとですね横になってました。これからですねちょっとお酒をいただきたいと思います。気温は9度。やっと涼しくなったって感じですね。まあさすがに暑がりの自分でも8度9度はさすが寒いんで、ちょっと風邪ひかないようにダウンバッキーました。はい、それではいつものウォッカとトマトジュースでいただきたいと思います。朝からなんでちょっと飲みすぎないようにですね、休憩しながらいただかないとやばいっすよね。はい、それでは皆さん、お酒の準備はよろしいでしょうか。乾杯。ああ効く。いいっすね。うまいな、酒がうまいな、最高。はい、今日は偏屈じいさんからいただいたこのふらりね、ラーメンをいただきたいと思います。はい、それではいただきます。魚介スープって感じですかね。うん、あ、完食しました。ごちそうさまでした。うまかったです。キャノピー作りました。ちょっと休憩します。おやすみなさい。はい、今日のメインディッシュ、キムチ鍋の準備ができました。これからキムチ鍋を
ていきたいと思います。よいしょー。うわーすごい。はい、もちろん豚肉もあります。よいしょー。キムチ鍋つゆ三つ缶始まらん。いきます。あー腹減った。はい、それではキムチ鍋いただきます。いやーこれ絶対うまいやつでしょう。間違いないうまさ。はい、いただきます。最高。やっぱ追加したキムチかな。こう追加したキムチがいい感じですね。うん。うますぎ。この豚肉をちょっといただきましょうかね。豚肉、キムチ鍋の豚肉です。国産です。奮発しました。貧乏ですけど。うん、最高。うん、キムチ鍋最高。めっちゃうまいっすね。いただきます。熱々、最高。うまっ。せっかくなんで締めのラーメンいただきたいと思います。麺投入。はい、行きます。こんにちは。うまそう。キムチ鍋、締めのラーメンって感じですね、これは。汁いっぱい吸って。よいしょ。はい、いただきます。あーうまっ。めっちゃ味が濃い。辛うま。いや、よくよく考えたらですね、このラーメンっていうのはこう汁を吸ってくれるじゃないですか。だから汁の、まあ、処分に困らないというですね。もうほとんど汁吸ってくれてるんで助かりますね。こういう
キャンプする時とかですね。肉と野菜の出汁がですね、かなり効いてうまいですね。やっぱ締めはラーメンだな。うん。まあご飯もうまいでしょうけどね。まあ自分はラーメン派かな。完食しました。最高の鍋やったね。うん、ごちそうさまでした。今時間が10時40分ですね。気温が14度。一応防寒着持ってきたんですね。バッチリです今日は。で今朝がですね8度から9度ってかなり冷え込んでましたね。で天気はですね、なんかパラパラっと小雨が、まあ、降ったりで、まあ、大降りじゃなかったんでよかったですね。テント談義なんですけど、まあ、いよいよ、まあ、ユージャックのですね、ローズテントが発売になりますね。来月あたりかな、予約販売開始になります。いや本当にこだわったワンタッチテントなんで、あれは買いですね。まあ、いろんなテントを見てきた自分でもですね、欲しいと思うですねテントです。あの大きさで3分ぐらいで設営できるテントってないですよね。でインナーも TC ですし、まあ、TPU もついてるんですね。で最近だとあの格子窓が追加されたりとか、とにかくですね、あの機能性が高いです。シルバーコーティングがあったり、まあ、あとはですねインナーが、まあ、あのフルクローズできるところですね。おこもりキャンプができるところも、こだわったところだし、まあ、キャノピーを作ったままですね、あのメッシュを閉じられるところっていうのは、まあ、ユーカズローテント、まあ、バージョン2でもですね、まあ、こだわった部分ですね。あの部分がローズにも生かされてますね。いやぜひともですね、買ってほしいですね。皆さんに買ってもらってキャンプで使ってる姿を見たいですね。 SNS とか YouTube で、あれは買いですよ。本当に嬉しいですね。自分がですね、デザインして携わったテントが発売されて、それを使ってくださるっていうのが本当に嬉しいですね。感無量ですね。まあ、今のところテントもですね、ちょっと今月ぐらいまで買わないで、今あるテントでですね、動画作って、あとはキャンプですね、ソロキャンプ動画を撮ってます。やっぱりソロキャンプは楽しいですね。まさに原点、酒もうまいし料理もうまい。季節によってやっぱですね、冬なら鍋とか、まあ夏なら、まあちょっと冷たいそうめんとかですね、冷やし中華とか、食べ物も変わってきますし、まあ見た目も大事ですけど、やっぱり美味しいのがいいですね。見た目が長所悪くても味が良ければ全て良しというか、そんな感じがしますね。ちょっとですね、今日昼間
昼寝したんで夜寝れるかどうかわかんないですけど、まあ 1,2 時間寝れればいいかな、うん、ちょっと横になって、さあちょっと歯磨きでもしましょうかね。何気ですね、この何気にこのお尻拭きがすごくいいですよ。枚数が多い。これとあるキャンパーに教えていただいたんですけど、普通のね、ウェットティッシュは50枚ぐらいなんですね。それが80枚ぐらい入って100円ぐらいで買えるんで、すごくおすすめですね。こっちの方が100均とかでも売ってますけどね。はい、それではそろそろお休みしたいと思います。皆様おやすみなさい。また明日。おはようございます。今時間が5時半ですね。年を取るとですね、早起きになります。本当に今回も前回、使ったコロンビアですね、いただきたいと思います。なんかこうやってなんていうのかな、味をこうコーヒーを味わって飲むっていうのはなかなかないんでですね、いろんな種類のコーヒーを、なんか新鮮ですよ本当に。結露はですね結構出てますね、やっぱ。あ、すごい結露が。ちょっと一回拭いた方がいいですね、帰る前に。であとはもう家でもう一回貼って乾かすね。それができるのがですね、このバイクインテントのいいとこなんですよ。こう手軽に貼れるっていうことは手軽に乾かせるってことですからね。それがやっぱこのテントの醍醐味です。で意外と乾きも早いんですよね。乾き悪そうに見えて乾き早いんですよこれ。そこがまたいいってとこなんですよね。まあ実際ですね、リニューアルはしてるんですよね。バージョンアップはしてはいるんですけど、まあこのフロントのメッシュが大きくなったりとか、グランドシートつけたまま、グランドシートがこう、なんていうのかな、取り付けたまま設営停止ができるとか、そういう面だけなんで、大幅なですね、このバージョンアップをしてもらえると個人的には嬉しいなと思いますね。はい、じゃあコロンビアいただきます。あー、うまい。これがコロンビア。コロンビア、確かジョージアのコロンビアもこんな味やった、言われてみれば。まあ昨日はやはり予想通りあまり寝つけませんでしたねやっぱなんか酒飲んでですね、日中寝るんですよね。そしたらやっぱり夜寝れなくなるみたいな、そのいつものパターン。まあ仕方ないですね、これもキャンプの醍醐味。ちょっと視点を変えました。インナー側から映しています。
こっちの方がですね、いかに全室が広いかっていうのが、分かると思うんで、ちょっと風が時折吹いて吹くと結露した水滴がポトポトとちょっと落ちてきますね。はい、それではまだ暗いですが、我が家の紹介をしたいと思います。はい、いらっしゃいませ。快適な前室。何気にこうやってぶら下げられるんでいいですよね。チェラカップとか。まあ、チェアにテーブル2つ。ね、換気ができる窓。これ最高ですね。そして、インナー吊り下げ式ですね。で、フルクローズ可能なんで暖かく過ごせます。ちょっと散らかってますけどね。で、あの寝袋もですね、これ提供していただいたやつなんですけど、キャムドア、あの枕をですね、あれ自分の枕なんですけど、こう入れられる袋があったりとかですね、封筒型なんですけど、すごく暖かく寝られます。河川なんですけど、あったかいですね。で、Z ライト、ね、うん、こんな感じです。今日のキャンプスタイル、私の大好きなこういうキャンプスタイルですね。うん、広い、ちょうどいいワンルー、本当に、快適すぎる全室、最高っすね。さあ、ちょっと名残惜しいですけど、片付けていきましょうかね。はい、暗いですが撤収完了しました。いや、楽しかったですね。キムチ鍋に美味しいお酒、快適な、テントですね、リビング付き、まあ、おこもり最高でした。次はどのテントでキャンプに行こうかな、どんなスタイルでキャンプしようかな、ワクワクしますね。もう帰りたくなくなりますね。もうソロキャンプ最高。それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。キャンプ行こう、キャンプ行こう、テント積んで、キャンプ行こう、キャンプ行こう、キャンプ行こう、テント積んで、キャンプ行こう。